たんだっていう、これだけでもね、我々日韓ワールドカップを知ってる世代としては大興奮なんですが、ただ相模原は3分の2の選手が入れ替わったということで、フレッシュな選手たち、三浦監督がどうまとめていくのか楽しみです。さあ続いてはこちらは J リーグ史上最年少監督が誕生した YSCC 横浜です。自分たちが思い描いてた通りにはなかなかいかないシーズンだったなとは思いますね。去年の最初のとかは思ったようにできたんですけど、それが1年続かなくてなかなか結果としても現れなかったっていうのが、まあ、悔しい。そのように語ったのは昨シーズン全試合に出場した副キャプテン宗近圭選手。去年初の一桁順位を目指して戦うも15位でシーズンを終えた YSCC 横浜。チームを3年間率いた樋口監督が昨シーズン限りで退任。主力選手たちも数人が移籍しました。代わって7人の選手が新加入し、チームは大きく若返りました。新たに指揮を執るのが J リーグ史上最年少監督となる34歳7ヶ月での就任となったシュタルフ勇樹監督。選手としてまた指導者として世界11カ国で経験を持つ若き指揮官の手腕に期待がかかります。ピッチに立てばもう年齢は関係ないと思っているんで、他の先輩方に負けないように、いいチームを作っていきたいなと思います。海外でこう経験したものだったり、いろんなアイディアを僕の選手にマッチするようなものは取り入れて、そうでないものは取り入れずにっていう形で、いいチーム作りに生かせていけたらなというふうには思ってます。新チームで欠かせない選手とシュタッフ監督も注目しているのが、今シーズンからキャプテンを務める宮尾浩一選手。彼にとっても昨シーズンは悔しい1年だったと振り返ります。昨シーズンは僕自身、出場が1回もなかった、状況で、悔しい、正直悔しいシーズンで終わってしまったことが、僕の中での心残りで。小学校以来のキャプテンだという宮尾選手、新チームを引っ張る存在として期待が寄せられます。やっぱプレーの印象だったり、リーダーシップも取れるし、で自分が目指しているサッカーにも必要なタイプの選手なんで、すごい信頼してますし、悪い時期が来た時にどうチームをまとめられるか、一つのチームとして悪い時も乗り越えられるようなチーム作りを、僕中心にできたらいいなって思ってます。リーグ加盟から掲げてきた目標達成へ、新生 YSCC 横浜の新シーズンが幕を開きます。これまでずっと多分一桁順位っていうのを打ち出してきたクラブなんで、期待に応えられるように一桁順位を狙っていきたいと思います。そのためにはやっぱり二桁勝利っていうのも必要になってくると思うんで、10勝以上取ってやっていきたいなと。一試合一試合がジャイアントキリングだと思って頑張っていきたいと思ってます。今年はチームがガラッと変わった中で、周りの人はどんなチームになっていくんだろうとかっていう多分思いの中で、見に来てくださる方もいると思うので、勝つことは必ずまた見に来てほしいなって思えるようなサッカーが、今できてると思うので、それを、存分に発揮して必ず勝って、終わりたいと思います。シュタルフ監督はお父さんがドイツ人、お母さんが日本人ということなんですが、ご選手や指導者として11カ国で経験があるとおっしゃってました。11カ国ですか、こうした海外のノウハウを今の若いチームにどう取り入れてくれるのか楽しみですよね。監督がリーグ最年少ですけど、選手たちはもっと若くて、J3 ですから若手選手が多いんですけれども、どんなサッカーを見せてくれるのか、監督もね、ジャイアントキリングって言ってましたけど、もう下克上でリーグ戦はもちろん天皇杯でもどんな戦いをしてくれるのか注目です。では改めて J3 県内クラブの開幕戦の日程です。2つのクラブの開幕戦はともに今月10日に行われます。 SC 相模原はホームギオンスタジアムで富山と、 YSCC 横浜は日発で鳥取と対戦します。キックオフはともに午後1時となっています。楽しみですね。ここまでスポーツでした。この後は横須賀港と北九州港をフェリーで結ぶ計画が進みます。